なんですね。で、中国のドラマは何回も何回も読んでも俺は長い髪はダメだったんですね、俺は。で、どうしようって感じでカズラを決めて、カズラで何回も僕と僕のチームスタッフさんと一緒にカメラテストとか何回もやってみて、俺がなんか自然に見えるって決めてました。で、何よりも楽しみなのは今回ね、OST の監督もされてるじゃないですか。そうですね。どうでした、それやってみて。やっぱり最近韓国で帰ってからその音楽を作ってるんですね。休みの日はまだ今、ないので、ずっと今月に全部フィニッシュしないと終わらせない、はあ、はあ、って感じで一生懸命やってるんですけど、もともと僕の目標的に、そしてこれからなんかやりたいことが、ドラマ